はい、皆さんこんにちは。アカピーです、はい。卓球のコーチとボディセラピスト、そしてメンタルコーチングで活動しております。よろしくお願いします。今回は僕のスポンサーしていただいている時計ネットさんにお邪魔してきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、店長の石川さんです。石川です。よろしくお願いします。時計ネットさんはここどこにあるんですか？ここは、三重県の桑名市。三重県桑名市、はい。はい、まあ、三重県の上の方なんでね、はい、名古屋からも近いですが、うん、お店で取り扱ってるのってなんかパッて後ろ見たらベルトが多いんですけど、やっぱベルトがメインな感じなんですか？そうですね、はい、もともとは私の父が初代で、うん、私2代目なんですけど、うん、まず、まあ、時計屋さん、うん、町の時計屋さんなんですね、うんうん、で僕の代に代わって、うん、時計屋さんから時計のベルト専門店になりました、うん、まあ、国内のメーカーもありますし、うん、海外のメーカーもありますし、取り扱い量は多分、うん、多い方だと思いますね。なるほど、日本でもこのベルト専門店ってないですもんね。あんまり聞いたことないですよね。買うのってネットで買えちゃいます、ね、はい、楽天市場、ヤフーショッピング、ヤフーショッピング、うん、自社3つ。そういえばつぶつぶじゃん来てくれてますね。そうですね、ありがとうございます、はい、で今日石川さん、なんか企画がある感じですか？はい、うん、きっとオカピーさんに興味あるだろうなっていうものがあったんで、うんうん、お見せしたいなと。何ですか、ちょっと気になりますね。それはインデンってご存知ですか？インデン、もちろんですよ、うん、だってなんだろう、僕財布インデンですもん。財布は、はい、僕もキーケースインデンです。そうなんですよ、僕特に、ね、トンボが好きなんですよ。勝ち虫でトンボ、はい、前にしか進まない。そうです、ね、後ろ振り向くことがない、そういう縁起物っていうか、ね、戦国武将とかでも人気のいい柄じゃないですか、ね、実は三重県桑名、本多忠勝、負け知らずの家康の四天王の一人ですよね。ブース家康今出てます、うん、本多忠勝。人間ってそういういわゆる縁起のいい柄がたくさんあって、うん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 、そんな日本古来のものが時計のベルトになったんですね。楽しいですね。お見せしましょうか。はい、お願いします、はい、この中にめちゃめちゃいいですね。これはね、小桜っていうんですよ。これもよく見ますよね、インデンの中で。そうですね、これ何やらこのケースもなんか渋いですね。時計のベルトの専用ケースです。なるほど、ベルトしか入らない。ベルトとね、うん、これベルトの付け外しに使う工具、バネボン外しっていうんですけど。バネボン外しっていうのは付け替え簡単にできるんですか？ものすごく簡単。それ知らんかったですね。あ、オカフィーさんやってもらおうかな。あ、スライドすればいいですね。そう、スライド、うん、表と表に、ね、うん、スライド、カチッ、カチ言いました、うん、行った。あ、行ったら OK。 したら本当だ、動かへん、うんうん、うで、外すのがこれを押して押しながらスライド。あ、そう、めちゃめちゃ簡単ですね、うん、そう、途中までもう行ったらもうスライド外して、あ、こっちは、まあ、はい、大丈夫。なるほど、終わり。めっちゃ簡単じゃないですか。でしょう。ほんなら自分の好きなベルトを用意しとって、うん、僕のシーンに合わせて変えていけばいい。はい、普段はスーツ着てる方、うん、こういうのの革ベルトします、うん、でも帰りにジム行く、うん、そう、ジムの時にもやっぱつけたい、うん、アプローチは、うん、脈拍とかそういうのを測りたいから、うん、でも革はやっぱり汗とか水弱いんで、そうですよね。じゃあ、うん、ラバーのベルトもあるから、さっきみたいにスライド、じゃあこのケースにそう用意しておいて、うん、自分のお仕事の時とかプライベートの時とか、うん、それこそデートの時とか、うん、そうそう、そういうシーンに合わせて変えていくと。営業とかでも時計って見るじゃないですか。そう、男の人は特に、そうですよ、興味ある方多いですからね、うん、でその時にこういう渋い、そういう世の中に育てて回ってない、しかもインデンとかのベルトがあったら、うん、何ですかそれ。そこで一つ話題になる。できますよ、ね、そうそう、まあ、縁起物ですし。そうそう、そうですよ、ね、でもこれつ、このベルトにこれつけるのは大変なんですか？簡単。簡単僕でもできる。できる、できます。マジ？はい、どうやってやるかちょっと、はい、いいですか、体験させて。あ、どうぞ。じゃあ外すのは、はい、ここの穴のところに、そう、棒の方を、うん、ギュッギュッってやって、あ、取れた。そう、あ、取れた。へこむんだね。あ、なるほど。はい。こう簡単に取れるですね。で、つけるときはこれ裏表が気をつけてもらって、気をつけなかったので、うん、黒の方が表で、そう、シルバーあるところが裏だからこういう向きですね。そうです。で、これを片っぽ入れて、で、この
反対のそう Y の字こっちの方で V か、うん、V の方でギュッてやってそう縮めてあげてでガチャってあカチカチっていったカチはいで完成完成あめっちゃ簡単っすねそうあこういうことですありがとうございますはい、はい、でトンボないんですかトンボはね、うん、実は作る予定ですトンボ柄どんな柄ってこんな柄トンボで最近ドラマでそう家康ですよ、うん、家康のね、うん、このね、鉄鋼ここのところ、うん、まあちょっとね見てほしいもしかして俺が使われてるところにおりますんで、ね、勝ち進まないからですからねでこれってなんか色がいろいろあるんですけど、はいそうですね、他にも色の展開とか考えてらっしゃるんですか色はね今のところ、うん、ベースの皮の色が、うんうん、黒コーン赤3色うん3色はい、うん、でこっちの何ですかこのトンボの柄のこの色、うん、これは黒黒うん、うん、だから黒黒、うん、赤黒、うん、紺黒、うん、の3色ですなるほどその種類もあったら何か名前とか合わないですかドラマで見てると家康うん紺色なんですよ、ベースの色あ、なるほどだから紺は家康家康うんで、あと黒と赤は誰かってうん黒はね黒誰ですか黒はね、うん、グーグルで調べたんですようんイメージ、うん、信長信長お、織田信長渋いですね、それは、はい、うんじゃあ赤ね、うん、赤武田武田信玄武田信玄信玄です素晴らしいラインナップじゃないですか、それ、はい信玄かっこ赤って書きますか、うんはい、なるほどそうやってラインナップを増やしてですねなんか試作まだまだ試作段階だけどこれから前に向けてって感じですね、はいはい、ありがとうございます、はい、今回はですね時計屋ネトさんにお邪魔しまして因縁柄の時計のベルトそして付け替えは簡単にできるというご紹介でした、はい、最後にご視聴本当にありがとうございましたありがとうございます。ぜひあの時計屋ネットさんねご利用ください。あのリンク先は概要欄に貼っておきますのでぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃこの動画いいなと思いましたら。グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃ今から練習いきましょうか。はい、はい、お願いします。もう因縁のこれでラケットケースちょっと作ってみたいな。俺、シートで売ってるから多分できると思うんですけど、ね、ですか、はい、まあラケットケースじゃなくてもラケットにつけるキーホールダーみたいなちょんってねそうそうそうあれね結構ね試合のところでねかぶるんですよ、うん、で皆さんなんかシールつけたりとかそうですねされて自分のラケットケース分かりやすいよね、うん、でなんかちょっと差をつけたいなっていう時もなんかそういうキーホールダーいいですよねラバーにしたらちっちゃいミニラケットのラバーでペチャペチャって貼るほうほう、うん、あのコースターにされてるね、うん、お店はねああそう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 ウィザードさんのやつカルダンさんそうそうあカルダンさんが発注したウィザード、うん、あウィザード株式会社さんが、うん、ミニラケットとかを端材に使って、うん、あそうですか、うん、そうでそれに実際に自分たちが使っているラバーの端材使って、うん、こうプレゼントしてる感じでやってたんですよそんなもんですかそうそうそうちっちゃいやつ、うんもしこれちっちゃいやつだったら、こう勝ち犬のトンボさんをラバー代わりにして、うん、縁起いいですかね。はい、そう縁起いいものをとにかく手元に置いておきたいっていう気持ちが強いんですよ。身近なものに最適。ね、素材としては。夏場の時期。はいはい。オカピーの活動をご支援いただいている企業様をご紹介します。卓球女子応援メディア卓球レディース。お部屋も心もピカピカにする鹿島技研。ネットで卓球用品買うなら卓球亭。時計にもおしゃれ着を時計屋ネット。安心おそばに安心保険事務所。裏ナンバーのホッとするお店カルダン。以上6社、ぜひご利用ください。